工場で働いているラジウム文字版塗装者らラジウムガールズとはラジウムを含有する夜光塗料を塗る作業に従事し放射線中毒になった女性工場労働者のこと。現在は1917年頃から北東部大西洋岸のニュージャージー州オレンジの工場で1920年代初頭から中部のイリノイ州オタワの工場でそして 北東部ニューイングランドのコネチカット州、ウォーターベリーの工場で働いていた女性たちを指す。この校では特にニュージャージー州で訴訟を起こした労働者たちを指す。塗装作業を行う工員として、推定4000人がアメリカやカナダの複数の会社によって雇用された。各工場の工員たちは、塗料は無害だと説明されていた。また、時間と塗料を節約するために、 ブラシの先を整える際には口を使うように指導されていた。彼女たちは致死量のラジウムを摂取した。ニュージャージー州の5人の女性は職業病にかかった労働者の権利をめぐり、ニュージャージー州の労働災害法に基づいて雇用主を訴えた。当時は2年間の事効があったが、1928年に法廷外で和解が成立した。 ラジウムダイヤル社の従業員であったイリノイ州の5人の女性はイリノイ州法に基づいて雇用主を訴え1938年に損害賠償を勝ち取った。アンダークの1921年の広告1917年から1926年まで米国ラジウム社はカルロイ氏からラジウムを抽出、生成して夜行塗料を製造する事業を行っており塗料は アンダー,アークというブランド名で販売された。原料となる鉱石はコロラド州のパラドックスバレーやユタ州の他のアンダーク鉱山から採掘されていた。民間軍事会社である米国ラジウム社は軍用の夜行時計の主要な納入業者だった。ニュージャージー州オレンジにあった同社の工場では主に女性を中心とした100人以上の労働者を雇用し、 ラジウム塗料の危険性を教えないまま塗装作業に従事させていた。米国ラジウム社はラジウムを取り扱う作業を含む仕事のために約70人の女性を雇ったが、そのまま経営者と科学者はラジウムの危険性を認識しており、慎重に被爆を避けていた。ラジウムを取り扱う際、科学者は放射線を遮るための鉛のスクリーン、マスク、トングを使用した。 米国ラジウム社は医学界にラジウムの損傷作用について述べられた文献を配布していた。このような知識があったにもかかわらず、同時期にラジウムを扱う様々な会社が少量であればラジウムは健康に良いとして、ラジウムを含む飲料水製造機や化粧品やバター、牛乳、歯磨き粉等が健康食品として広く市販されているような状況も背景にあり、 女皇たちが扱う程度の塗料であればこれらの健康食品同様に健康被害を及ぼさないであろうと安直に思い込まれていた。第一次世界大戦でアメリカは夜行塗料が塗布された軍用時計を大量に製造して軍用機のパイロットや軍用車両の運転手たちに支給しており、ラジウムは大戦の戦勝に貢献した夢の物質と当時は本気で信じられていたのである。 第一次大戦に父や兄弟が出征した過程では15のアメリカ社会に少しでも貢献したいという意思も後押しして多くの女性がラジウム産業の求人に応募した。米国ラジウム社の賃金は当時の一般的な工場労働で得られる平均賃金の3倍以上であり何よりも労働後に自身の体や衣服が付着した塗料によって 暗闇で明るく光ることもあって若い女性の間では人気の就業先ともなっていた。結局、被爆による死亡者は1922年から1925年まで発生し、その中には同社の科学者のリーダーであるエドウィン・イーレマンや多数の女性行為も含まれた。彼らの似通った死亡状況を知り、ニュージャージー州ニューアークの軍内会だったハリソン・マートランドは、 調査を始めた。米国ラジウム社では、工員は塗料を小さなルツボで混ぜ、ラクダの毛のブラシを使って、時計の文字盤に塗った。1日に250枚の文字盤に塗料を塗った場合、その賃金は1枚の文字盤につき1ペニーファンであった。ブラシは数回使うと、形が崩れるので、米国ラジウム社の監督者は、工員にリップ、リップ、ペイントを奨励した。 すなわち、唇や舌を使って、ブラシを整え、塗料をつけ、再び塗るように進めたのである。行員には、ラジウムの本当の性質は知らされておらず、彼女たちは塗料をむれに爪や歯顔に塗ることもあった。多くの行員が病気になったが、そのうちの何人が放射線被曝によって死亡したかは分かっていない。少なくとも、 1922年の時点で最初の犠牲者が発生し、後日の訴訟の原告となった者たち全員が死亡したのは確かである。後年、ザ・ラジウム・ガールズ、ザ・ダーク・ストーリー・オブ・アメリカズ・シャイニング・ウィメンを上司し、ラジウム・ガールズの実態について調査を行ったケイト・ムーアによると、犠牲者の総数は少なくとも112人以上、犠牲者のうち最も若年の少女は、 労働十事時点の年齢が11歳であったとしている。被爆した女性の多くは貧血、骨折、ラジウム顎、骨肉腫などを発症した。また、検査の際に使用された X 線撮影機によって、後院の病状はさらに悪化したと考えられ、少なくとも一つの検査は会社側によるデマの発信活動の一環として行われたことが判明している。 米国ラジウム社やその他の文字盤製造会社は労働者がラジウムによって被爆したとは認めなかった。これらの会社からの要求を受け医師や歯科医師、調査者はデータを非公開にした。また労働者たちの死亡は当時蔓延していた梅毒など別の原因によるものとされた。ラジウムは人体の中ではカルシウムと類似した振る舞いを行い、 骨に沈着する性質があった。この作用により被爆の開始から発病まで平均して5年、前後かかる傾向があったことも、因果関係の立証を一層困難なものとした。1928年11月、ラジウム文字版塗装の発明者であるサビン・アーノルド・フォン、ソチョッキー博士が放射線障害のため死亡し、ラジウム塗料による16人目の死亡者となった。彼は、顎ではなく、 両手に障害を生じたが、彼の死亡状況は、裁判における労働者たちの立場を有利にした。ラジウムダイヤル社は1917年に設立され、1920年にイリノイ州ペルーに移転した後、1922年にイリノイ州オタワに移転した。米国ラジウム社と同様に、主要事業は時計の文字盤の塗装であり、イリノイ州ペルーのウエストクロックス社が、 最大の顧客だった。オタワで塗装された文字盤は、ウエストクロックス社の人気商品だった、ビッグベン、リトルベンという目覚まし時計や、旅行用時計に使用された。また、米国ラジウム社と同じく若い女性を婚姻として、雇い、米国ラジウム社の工場や、ウォーターベリーの工場と同様に、リップ、リップ、ペイントの手法を奨励した。元社長のジョセフ・ケリーは解任後、 競合他社となるルミナスプロセス社を設立したが、やはり他の企業同様のやり方、条件で女性を雇用した。ラジウムダイヤル社の労働者たちは、1926から1927年にラジウム中毒の兆候が現れ始めたが、ニュージャージー州で起きていた裁判のことはまだ知らなかった。ラジウムダイヤル社の経営者は、ラジウム塗料の毒性を測る身体検査や、 その他の検査の実施を許可したが、その結果を労働者たちに伝えることはなかった。ラクダモブラシの使用中止が試みられたこともあり、経営者はガラスペンを導入したが、行員たちは効率が落ちることに気がついた。行員は出来が課生で働いていたため、再び効率の良いブラシを使用するようになった。ニュージャージー州の訴訟について、地元の新聞が取り上げた際、 彼女たちは雇用主からラジウムは安全であり、ニュージャージー州の労働者たちはウイルス感染の兆候を示しているのだと説明されたため、そのまま仕事を続けた。2015年、ラジウムダイヤル社の当時の女性労働者の最後の生き残りであるとされるメーベル・ウィリアムスが104歳で死去した。ウィリアムスは幸運にもラジウムによる放射線障害を発症せずに天命を。 全うしたが、彼女自身は夜通し自身の髪で光り続ける、ラジウム塗料を気味悪く感じたこともあり、労働中に筆先を口で加えることは一切しなかったことが幸いしたのだろうと、振り返っていたという。ニュージャージー州で労働者に対して行われたこれらの虐待は、その後に続いた同様の訴訟がメディアによって大々的に報じられるきっかけとなり、その点で特別な意味を持っている。 工場労働者、グレース・フライヤーは訴訟を起こすことを決めたが、米国ラジウム社との訴訟を引き受けてくれるような弁護士を見つけるまでに2年かかった。彼女が弁護士を見つけた後も裁判所は裁判を数ヶ月にわたって先送りにした。彼女たちが初めて出廷したのは1928年1月のことで2人の女性は寝たきりとなっており、 先制するために腕を上げることもできなかった。ラジウムガールズと呼ばれた5人の女性労働者、すなわちグレースフライヤー、エドナハスマン、キャサリン・ショーブ、そして姉妹のクーインとマクドナルドとアルビナ・ラリスたちが訴訟に加わった。この訴訟とそれを報じるメディアの検伝により判例が確立され、証明可能な苦痛をベースラインとする労働安全基準規則が成立することになった。 イリノイ州の労働者たちは、1927年には、医療費や歯科治療費の保障を求めていたが、経営者たちはそれを拒否していた。病気で死に瀕していた元従業員たちは、裁判に先立って、イリノイ産業委員会が設立された1930年代半ばまで、請求を続けた。1937年、5人の女性たちは、彼女たちの代理人となるであろう。 弁護士を見つけたが、その頃にはすでに、ラジウムダイヤル社は業務を停止し、ニューヨーク州に移転していた。同社は IIC に対して、従業員たちが起こした裁判で争うための費用を、賄う保険がないことを明かし、1万ドルを預けていた。1938年の春、IIC は女性たちに、勝訴の判決を下した。ラジウムダイヤル社の弁護士は、 その氷決を覆すべく上訴したが、委員会は、再び彼女たちに有利な判決をした。同社は何度も上訴したが、1939年10月23日、最高裁判所は、上告を受理せず下級裁の判決を指示した。結局、同社が賠償金を支払うまでに、労働者たちは八回上訴した。ラジウムガールズの物語は、 保険物理学の分野と労働運動の双方の歴史において重要な位置を占めている。企業に対して労働者が訴訟を起こし、強制労働による損害の賠償を請求する権利はこの事例によって確立された。結果として、その後数十年にわたり、労働安全基準は明確に向上した。ラジウムガールズの事件は陪審によって審理され、 1928年秋に解決した。彼女たちそれぞれに対し1万ドル、600ドルの年金、生きている限り週12ドルの賠償金、及び医療費と訴訟費用が会社によって支払われることが決定された。この訴訟と報道は、職業病に関する労働法が制定されるきっかけとなった。とりわけ、米国中でラジウムを含む、 夜行塗料を塗布する作業に実際に従事していた労働者の間では、すぐさま労働環境の改善に関する経営側との労使交渉が持たれる火種となり、暴動寸前の激しい労使対立が起きる例もあったことが証言されている。結局これ以降、ラジウム文字盤の塗装工は適切な安全対策を指導され、防具も支給された。特に、 ブラシを整えるために口を使うことはなくなり、ラジウムを経口摂取したり吸入することは避けられるようになった。なお、ラジウム含有の夜光塗料は、1960年代まで文字盤塗装に使用された。米国では、ラジウムガールズたちの犠牲がきっかけとなり、1949年に全米への労働災害保障の波及や、最終的に1971年に、 労働安全衛生局の設立へとつながり、その後の年間あたりの労働災害件数を実際に大きく減少させる成果につながったとみなされている。工場の跡地1933年、ロブリーディ・エヴァンスは、工員から放出されるラドンと排出されるラジウムを初めて測定した。彼はマサチューセッツ工科大学で27人の工員から信頼に足る。 測定値を集めた。このデータに基づき、1941年、国立標準局は0.1マイクロキュリーというラジウムの許容水準を定めた。皮肉なことにラジウムガールズたちの犠牲は、マンハッタン計画における科学者や労働者たちの厳格な安全基準の制定にも一定の企業があった。実際に、グレンシー・ボーグラ・マンハッタン計画の中心人物が、 日記や回想録の中で、ラジウムガールズの事例について言及しており、彼女たちの存在が、米国の各産業従事者の多くの命を救ったと、総括しているという。1968年、人体放射線生物学センターが、アルゴンヌ国立研究所に設立された。センターの主な目的は、生存する行員に、医療検査を提供することだった。 このプロジェクトは情報の収集と行員から組織サンプルを採取することも目的としていた。1993年にプロジェクトが終了するまでに2403件の詳細なデータが集まり、ラジウムが人体に与える影響に関する書籍の出版につながった。この書籍ではラジウム228への曝露はラジウム226への曝露よりも健康に、 有害であり、より骨のがんの因子となりやすいと提言されている。これは、ラジウム226が改変して生じるラドン222よりも、ラジウム228が改変して生じるラドン220の方が、半減期が短く、より高い線量のアルファ性を骨へと放出するためで、ある。また、このようなラジウムとその娘各種による内部被曝は、 他の様々な癌を引き起こすとも考えられる。この書籍は、ラジウム文字版の塗装工、ラジウム含有の医療製品によって被爆した人々、また、ラジウムによって被爆したその他の人々のデータに基づいて執筆された。ありがとうございます。